南アフリカ国鉄25型蒸気機関車は南アフリカ連邦鉄道が使用していた蒸気機関車である。南アフリカでは当初ケープタウンから標準機の鉄道が建設されたが海岸から少し離れた場所にあるマイルダイッチと呼ばれる標高線から1500メートルの地帯への土範に苦しみより究極線を許容できる3フィート6インチ強気への改め機を選択した。 これにより、狂気の鉄道網が全国に付設されていくことになる。しかしながら、3C 政策に伴って、ケープタウンと回路を結んで、アフリカ大陸を縦断する鉄道を建設する、イギリスの構想のため、当初から大陸を縦断するにふさわしい企画で建設が行われ、狂気ながら車両限界は大きく、許容軸重も随時強化が進められ、 1930年代には20トンに達した。これは同じ3フィート6インチ機関を採用する日本の鉄道省が主要幹線でも16トンに止まっていることと比べて大きな差異を示している。機関車の製造技術に関しては南アフリカでは一部の試作機を除いて国産化の推進は図られず、基本的に欧米の機関車技術先進国からの輸入に頼っていた。 しかし、もともとイギリスの植民地であり、多くの技術者が移住したこともあって、技術水準は高く、メーカーと共同で新技術を開発したり、南アフリカで独自に設計した機関車をメーカーに発注したりした。このため、輸入機関車中心とはいえ各国のデザインが混在するという状況ではなく、系統だった発展を見せていた。第二次世界大戦後、世界各国で電化。 ディーゼル化による無塩化が進められていくことになった。しかし、南アフリカでは石油はほとんど産出せず、一方で質の良い石炭は豊富に埋蔵されていた。また、アパルトヘイト政策による国際的孤立は石油の供給に不安を抱えさせることになった。さらに、アパルトヘイト政策によって極端に安い賃金に置かれた豊富な黒人労働力の存在によって、 炭鉱の創業コストは安く、蒸気機関車の機関助子の人件費も問題にならなかった。蒸気機関車では、黒人の機関助子二人を使って投炭することが前提となっていた。このため、第二次世界大戦後においても、積極的に蒸気機関車の新設計に取り組み、25型蒸気機関車を登場させることになった。南アフリカ、特に、 グレートカルー高原には広大な乾燥地帯が広がり、水源にもことかく状況であったため、この地域の鉄道では、蒸気機関車が消費する水の補給問題が特に深刻であった。一部の水はタンク車をつないだ列車により運び込まれており、特に乾燥した年には、貨物列車より多くの水輸送列車を運行しなければならない状況であった。第二次世界大戦前の時点ですでに、 南アフリカ国鉄はリハルトローゼンが設計し、ヘンシェルが製造したドイツの複水式蒸気機関車である52コン型に関心を抱いていた。なぜならば複水器を使用することによって排出蒸気を凝結させて水に戻して再利用でき、最高で90%程度水の消費を削減できるためである。このため戦争が終結して、 ドイツからの技術を導入できるようになったことから25型では複水器を搭載して乾燥地域の水補給問題に対応することにした。SAR の6代目にして蒸気機関車を扱った最後の CME である LC グルーブが基本設計を行った。まず1950年にヘンシェルが複水器を搭載する最初の試作テンダーを送り出した。これは 既存の52コン型向け複数式テンダー 32T16 コンの改良版であった。このテンダーは南アフリカの高温で一部で非常に高所を走行することで気圧が低いという独特の環境に対応しながら高い効率を出すために初版の改良が施されていた。当然ながら台車は南アフリカで用いられているケープゲージに対応したものに変更されている。 この試作の複水式テンダーは、かつて南アフリカ国鉄が製作した、車軸配置2から10から2の二重型蒸気機関車と連結するように設計されており、また 19D 型や24型とも連結することができた。試運転は成功し、1000km 以上を良好に走行して特に技術的な問題は現れなかった。 そこで1953年から1954年にかけて、ヘンシェル社へ 25C 型の試作車と60両分の複数式テンダーが発注され、運用上必要とされた90両のうち、残る89両の機関車本体と30両分のテンダーは、イギリスグラスゴーのノースブリティッシュロコモティブ社へ発注された。南アフリカ国鉄 25NC 型ナン、no. バー3405また、 同時に複数機を搭載しない 25NC 型ナンバーズ3401から3411が同じくノースブリティッシュロコモティブ社にナンバーズ3412から3450はヘンシエル社に発注されている。25型は南アフリカの狂気向けに製作された機関車であるが多くの標準機の蒸気機関車よりも大型で出力が高いものであった。 その当時、南アフリカ国鉄の主要幹線が対応していた、軸重20トンの上で必要とされる出力と牽引力を実現するために、車軸配置4から8から4の機関車として設計された。同輪系は旅客、貨物兼用とするために5ヒートを採用している。すべての車軸やピンにローラーベアリングを使用し、走行抵抗を大幅に削減している。また、大枠部には、 アメリカの大型蒸気機関車で実績のあったアメリカ、ゼネラルスティールキャスティングス社で大量に球炭し、それによって発生した豊富な蒸気を惜しみなく使用することで高出力を達成している。また乗務員の労力軽減に有益な蒸気圧駆動による動力逆転機も装備している。もっとも機関士が速度を競うようになり、運行当局から70マイル毎時を遵守するように、 きつい制限をしなければならなかったという。煙室は通常通り自己清掃機能を備えており、このため便室からの排気管の代用として専用の蒸気排管が別途備え付けられていて、必要に応じ石炭柄を排気と一緒に煙突から吐き出してしまうようになっている。複水機能については安全弁から漏れる蒸気さえも複水機に送られて再利用される徹底ぶりであった。 シリンダーからテンダーへの排出上機関は52、混型と同じく機関車の左側を通されている。NC 型は1500ガロンの水を搭載可能とした大型三軸ボギーテンダーを連結しており、必要に応じて C 型に改造できるように考慮して設計されていた。これに対し、複水器を搭載した C 型のテンダーは5450ガロンと水の積載量を ほぼ半減してあったにもかかわらず、巨大なファンとタービン機構のために全長が18メートルにも、及び、機関車本体よりも長くなった。このため、C 型の運用にあたっては、機関区の転車台直径を拡大するか、さもなくば三角線を設置して、方向転換可能とする必要があり、運用上大きな制約となった。試験結果によれば、C 型は NC 型に比べて、 水の消費を40%に減少させることができた。しかし、通常の蒸気機関車のように排出蒸気を煙室内にドラフトとして吹き出させて、通風を助けることに使用できないため、代わりに蒸気タービンを利用したドラフト装置を設置しなければならなくなった。さらに複水器において蒸気を温度低下させ、 水分を凝結させるために5つの蒸気タービン駆動式の空冷ファンを設置したため、これらの補給類に700馬力も消費してしまい、機関車本来の出力をその分下げることになった。さらにテンダーが長大でこれに対応して設計された以外の転車台に乗らず転用が困難で、しかも蒸気タービンのメンテナンスやその運用にあたって乗務員に、 特別の教育が必要であるといった問題もあった。これらの問題点とそれに伴う運行コストの高さのため、水補給の制約上どうしても、複数式の C 型でなくてはならなかった。クレート下流高原地域の路線の電化完成後、当初の構想とは逆に保存者2両を除く C 型が、テンダーの改造と蒸気タービン関連装備の撤去等を実施して、NC 型に改造された。 C 型から NC 型へ改造された機関車は、その番号以外で複数機付きテンダーから改造されたことによる長いテンダーで容易に識別可能である。これは一体中高で作られた大枠を短縮することができなかったためである。25NC 型のラストナンバーであるナン、no. バー3450は、ガス化燃焼システムなどを適用して1981年に26型へ改造された。 しかしながら GPCS の取り扱いが難しいこと、蒸気機関車の時代の終焉が南アフリカでも迫っていたことなどから改造はこの一両に止まった。また GPCS 以外の改造点をナン、no. バー3454へ適用したが改造が部分的であるためこの車両については形式は 25NC 型のままであった。 詳細は南アフリカ国鉄26型蒸気機関車の記事を参照されたい。25NC 型は南アフリカの蒸気機関車で感染での定期運用があった最後の世代に属し、1990年代初めまで定期運行があった。最後まで複数機撤去の改造を実施されず 25C 型の原型を保っていた。 ナンバー3511の最終運行は1992年に行われた。その他の機関車は、ノースブリティッシュロコモティブ車製のナンバー3405は1991年に運用を退いたすぐ後にイギリスに送られてエールズベリー近郊のバッキンガムシャー鉄道センターに保存されている。ありがとうございます。